全ては統一世界のために。傭兵、お金をもらいその対価として戦う職業軍人を称する言葉。少し前までの私の職業でもある。12歳から傭兵の仕事をしてきたからすでに5年か。私の役割は行政などの後方支援だった。最近じゃあ勢いだけの戦闘をしても勝ち目がないと言われている。なので前線の戦士たちが戦いやすくなるよう彼らのサポートをするのが私の主な仕事だった。もちろん人が足りない時には武器を持って参加したりもしたけど、ブラックレギオン、イーブルフォース、リベレーションズを転々としながら飽きるほど戦争を見てきた。一番長くいたところは辺境ミンストのリベレーションズだった。ピレンディア・タスという名前の女戦士がリーダーを務めていたところだ。統率力があり剣の腕も優れていた。武器を振り回しながら使うショートソードは素晴らしかったな。でも少しずつ行き詰まりを感じるようになった。未来が全く見えなかったんだ。私の人生ってこんな辺境で突然運悪く錆びた剣で真っ二つにされて終わるかもしれない。リベレーションズというのは本当に人使いが荒かった。徹夜の仕事は当たり前、欠員が出ればその埋め合わせはいつも傭兵に回ってきた。まあ正規兵ですらちゃんとした給料をもらっていない様子だったけどね。奴らがたまにもらえるなけなしのお金でどうやってやりくりするのかは私の知ったこっちゃないけど、私たち傭兵はお金をもらえないとすぐに部隊を離れてしまうから最低限の報酬はいつも用意してくれた。ブラックレギオンに移ろうと思ったのは昔一緒だった同僚の紹介がきっかけだった。傭兵のコネクションを侮ってはいけない。現在どこの報酬が良くてどこの待遇が悪いかは少し連絡を取ってみるとすぐに知ることができる。ブラックレギオンは私たち傭兵を同志として接してくれる点が気に入った。報酬は他よりも 50% 以上多いのはおまけかな。私がクルグレール・デスモネことブラックレギオンの最高指導者に出会えたのはブラックレギオンに入ってしばらくしてからだった。後でみんながこの指導者をクイーン、すなわち女王様と呼んでいる事実を知ったけれど、初めて出会ったその当時もまるで女神のような容姿に圧倒されて顔を見ることすらできなかった。一階の傭兵が最高指導者に会えるだなんて他の勢力では想像もできない衝撃的な出来事だった。その時私は傭兵生活なんかやめていっそブラックレギオンの正規兵として入隊しようかと初めて思った。しかし自由な傭兵の生活を捨てる決心がなかなかつかなかった。そう、あの事件が起きる前までは。それはトロスカの地下にあるバーだった。同僚のハミンと一緒にお酒を飲んでいる時だったかな。ちょうどいい気分になってきた頃、図体がでかく小汚い男が隣に座り、ハイトーンの声でベラベラと喋り出した。今のクルグレールをどう思う？女王？は、笑わせてくれるわ。あれはただの人形だ。女王を人形と呼ぶ人がいるとはね。あなたも傭兵か？傭兵？俺は生粋のブラックレギオンの精鋭さ。信じがたいといった表情だな。わからなくもない。でもな、よく考えてみろ。クルグレール・デスモネの名が歴史に現れてからもう200年だ。しかし、未だに艶やかな肌で若さを維持している。おかしいと思わないか？そりゃ、女王様の黒魔術の力なんじゃありませんか？今後も200年はあの若さを維持するのでは？それが違うんだよ。俺が秘密を一つ教えてやろう。今の女王はな。話の途中、いきなり周りが騒がしくなった。それは店の扉を大げさに蹴っ飛ばして現れた魔術師の一団のせいだった。騒然としていた店は彼らが店の奥に進むにつれてだんだんと静まっていった。ここに女王様の反乱勢力が現れたという情報を入手した。不純なものは今すぐ名乗り出ろ。女王直属の魔術師部隊ウォークローの縄に打たれるがいい。何人かの魔術師の鎌の先に青い炎が灯り、その青い炎が男の周りを包み出した。その炎はどうやらターゲットを追跡する魔術のようだった。隣の男はおじけづいたのかいきなり飛び上がった。あそこだ、捕らえろ。魔術師の鎌の先から今度は真っ赤な炎の玉が現れ、
男が逃げる方へと一斉に飛んだ。人騒ぎの後、黒くすすけた状態になった男は魔術師にズルズルと引っ張られて消えていった。この時だった。私がブラックレギオンの正規兵として入隊しようと決心したのは、あの男が一体どんな話をしようとしたのか気になって仕方がなかった。しかしそれよりも女王様にもう一度会いたいという気持ちでいっぱいだった。正規兵になれば、あの男が言わんとしていたことや女王様についてもっと知ることができると思った。それで何か変わるのかはわからない。だけれどもこのままではいられなかった。この目で事実を見てから考えてみても遅くはない。そう決心したんだ。